本海也、ヨンアピンが行きます。拾ったのが渡辺コータから内田、ワイドへ引きつけて藤本海也、左足。このキックは今ヴェルディの武器です。バランスを取っている内田から梶川へ、ワンツー、梶川抜ける、折り返し、一つ多かったか。ちょっとコントロールがうまくいかなかったですね。思ったところに止められなかったですかね、まあ、ダイレクトでも面白かったと思うんですけど、ちょっと中の動き的に変えたんですけどね、少し流れてしまいましたね、はい。今日はこの左ワイドは佐藤雄平と梶川をスタートから使っていますロティーナ監督。ファーサイドを狙う、頭で繋いできた、ゴリーン、追いつきました。逆サイドからは佐藤健介も入ってきます。打ちに行く、強烈な左足、正面なんでしょうけどもう上福本選手からするといい判断じゃないですかね。あんまりキャッチに行くと危険ですからね、はい。野村です、抜ける、代わって入った五島。佐藤雄平に代わってリオンジが入ります。風川から内田です。前で2人が待ち構えます。ヘディング、シュート、追いつきました、ヴェルディ。競り勝ったのはリオンジ、2対2。シンプルなロングボール、試合終了。結局横浜 FC 東京ヴェルディの一戦2対2引き分けに終わりました。まあ、勝利にはなりませんでしたが、非常に次につながる大きな同点ゴールを決めました。